こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ライドシンバルを叩いてる時のピング音について、あれはどうなってるんですかっていう、生徒からの質問がありましたので、ピング音ってそもそも何かって言ったら、当たった時のこう立ち上がりの音のことをピング音っていうんですね。でこういうシンバルよりもこう分厚いシンバルの方がピング音はどんどん硬くなっていくというか、立ち上がりがこうストンってこう立ち上がりが出てくるっていう形なんですね。でこういう普通のシンバルでもピング音を出していくっていう、ビル・スチュアートがよくこうオルガンなんかのトリオに使ってる時に、オルガンってどうしても音が丸くなっちゃうんで、その時にアタック音を強くしてこうリズムをはっきりさせるっていう奏法を使うんですね。ピング音がないと、あると、よくタムなんかでソロするときにすごいこう立ち上がりをこのライドで切っておいて、でタムとかの柔らかい音でこういろんなこうスペースを埋めていくっていうソロをするときに使うんですね。使わないと、これね、先がチップがこれだからって言って、そんなことないんですよ。これスティックはどんなやつでもね、チップでも出ますからね。でこういうのを、例えばこうチップ使わずにっていう証明するためにこういう音なんですけど、これをで叩くとこういう音になるはずなんですが、こうピング音を使うと、どうやってやってるかというとですね、親指と人差し指を、人差し指のここのね、骨のところとこの親指をこうギュッと上に押し出して、で叩いて、ここの中のこの空気の量でこう音程を調節できるんですよ。でこれがっていう具合に使うことができるんですね。だからまあいわゆるクラベス奏者なんかが使ってる奏法だと思うんですけど、こう遠くに飛ばせるためにはこの木の音を、一番木の鳴るところの木の音をこう一番最大限に引き出す感じ。ね、こうずっと音程が変わってくるでしょ。これやってみると全然できないんですよ。最初僕も師匠にねやってもらった時にはね、へえって思いましたね。これ音量がなくても、お音量の問題じゃないんですね。結局その手の中の反響のさせ方なのでっていうふうに演奏することができます。要は手の中でめちゃくちゃ演奏中にジャズっていうのは、その曲に合わせて、そこのシチュエーションに合わせて全部音色を変えていくんですね。これスティーブ・ガットはですね、この左手でこれ出せるらしいですよ。このこっちのレギュラーで、もう考えられないですね。これ親指出せるからねできると思うんですけど、どこでどう挟んだらあのピング音がこっちで出せるのか分かんないですが、僕は右手しか使えないです。申し訳ないです。左手もこっちだと出せますけど、こっちのグリップだったら出せますけど、こっちはちょっとさすがに出せないですね。というわけでですね、スティックのピング音の要は強調の仕方っていうのをですね、手の中でこうギュッと握りしめたりとか、他にも何十種類も方法があって、僕はまあ大まかに4種類使ってるんですけど、その4種類をこう手の中で合わせることによって、曲のいわゆるそのメロディーに吸い付くような、シンバルレガートがベースのラインに吸い付くようなレガートを叩いたりとか、ベースのラインとこう、メロディーのラインを間をこうすり抜けていくような音色でこう使っていくっていうのが、これがめちゃくちゃ大事というか、これ叩いてる音はこう要は譜面にすると全部四分音符なんですけど、これが
これがめちゃくちゃ大事なんですよ。四分音符なんだけど、こうどんだけ表現能力があるかってことなんですよ。ドラムの人がよくなりがちなのは、要はボキャブラリーを増やすんですよ。で、じゃあ上手い役者さんっていうのはボキャブラリーが多い役者さんなのかって、そうじゃないですよね。ありがとうっていう言葉を100種類とか200種類使い分けれるわけですよ。ありがとうっていうの言葉で人を泣かせたりするわけですね。ね、ありがとうっていう言葉でさよならを感じさせたり、ありがとうっていう言葉で本当に感謝を表したりとか、例えばこうさよならって言葉でこう感謝の意を表したり、に怒りを表示したりとか、いろんな意味があるわけじゃないですか。だから要は単純な言葉をものすごくふくよかにこう他の音と感知して、それを選んでいくっていうところをやってるのがもう上手い人なんですよ。だからエルヴィン・ジョーンズとか、例えばアート・ブレイキーの何がグレートかって譜面面にすると大したことないんですよ。申し訳ないですけど、言い方とすればすごいシンプルなフレーズしか使ってないのに人がゾクッとするわけですね。何かって言ったら音色感と、その要はこう音の選ぶタイミングがいいわけですよ。タイミングももちろんそうだけど、その音楽の今この音楽の途中にこの音色を選ぶのかっていうのでグワッてくるわけですね。それはこうドラマーが理論でああだこと考えてることではないんですね。だから8ビートとかでも深い人っていうのは結局全部音が一緒に歌いながら体で表現してるので、全部の音色がその空気感に合わさってるっていうのが大事です。でキープするのがドラムっていう、こういう音楽も全然あるんです。だからそれが悪いとかいうわけじゃないんですけど、キープするのはキープするのはめちゃくちゃ難しいんですよ。でもジャズの場合はシンバルレガート四分音符じゃないですか。これをいかにこうふくよかにするのかっていうのは、これはもう腕の見せ所なわけなんですよ。でこういうのを教本ではどこにも置いてないんで、僕も散々苦労して自分なりにパラメータ作って、こう演奏してるんで、音色の変化でですね、これ結構そのなんていうんですかね、あのデモンストレーションにいいんですね。パーンって言ってクリニックとかやってる時にこれ出るって言ってやると、これだけで10分15分でこう盛り上がるんですよね。ほとんどの人は出ないんで、これでもこう意識してると1ヶ月、まあ早い人だと本当1日2日で出るようになりますね。でこう膝とか叩いてもこういうっていう音、これ膝痛いと思うかもしれないけど、痛いぐらいやらなくてもっていう具合に音が使い分けることができます。というわけで今日はビル・スチュアートが使っている、ピング音の強調の仕方っていうのをまとめてみました。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。